上下下左右左右。信じる者は救われる。ひたすら未来を信じてバストアップ。ケイちゃんのために。風かな。ベッドに潜り込みたい。ケイちゃん、ケイちゃん、ケイちゃん。確かにベッドどころかここんとこ。うわぁ、きっちゃない。でもこの方が男の子の部屋って感じがするけど、なんだろう。ケータがこういう関係を望んでいるんだとしたらどうするって話。まさか。本題入っていい？あのさ、予行演習してみない？ん？は？完成、偽ケータ。どこが？なんか変な場所に油性ペンついてるし。なんというか、ほら、アコもこっち来なよ。どうしてわざわざケイちゃんの部屋でしなきゃいけないの？布団にケイタの匂いが染み込んでるから。足を激しく動かしながらキスする流れらしいぞ。誰と誰がよ？あたしとアコ。やっぱ風邪かな。やってしまった。ここまでするつもりだったの？実はあまり考えてなかった。早くケイちゃんの受験終わってくれないと欲求不満で死んじゃうよ。まったくだ。アコネ、なんで俺の部屋に入ってんだ？いや、あの、今なんか隠したろ。アコネって絶対リコネよりエロいよな。チューチューしてないで、お前たちだけでチューチューしてみたらどうだ？きっと仲良くなれるぞ。な、アコ、リコ。これ見て姉ちゃんたちどう思ったんだろう。これは。